押したら回って、はい、もう一回押したら止まります、はい、ルーレット待ってください、ね、ちょっと待ってください、イラチなんですか、落ち着いてくださいよ、もうエトジなんですからおい、失礼なこと言うな、いや、スピードに比べたらね、もうお姉さんなんですから、はい、お願いします、じゃあ、ゆきさん、ルーレットスタート、はい、写真が古いね、俺らの最近の使いっちゅうね、ゆうきさんの噂、行ってみましょう。メンバーの激しい踊りにはつい手引けずにつくづくボーカルで良かったと思っている。さあ、この噂本当なんでしょうか。はい、さあ、それではイエスかノーかスイッチオン。イエス、イエス。あ、そうなんですか。っていうかね、あのうちのダンサー3人いるんですけど、はい、やっぱスポーツ選手みたいな感じですよ ね、はい、うん、ですね。だからあの本当にサッカー選手とか野球選手が、はい、トレーニングしてるようなことをずっとやってて、毎日基礎トレーニングみたいなの欠かさない。あの女性2人は怖いですもんね、踊ってる時怖いですよ、怖くないですか、筋肉がもうすごい。あ、ショートカットの方の人怖いですさ怖いですか、怖いですさ、めちゃめちゃ真剣に踊ってますからねダンスソロみたいなのありますもんね、下りね、ダンスソロの下り、なんか感想の合間とかね、なんかまあ3人前ダンサーが出てきて、クッ、って激しく踊ってあなたを周りでこう激しく踊って、あれはでもたまに笑ったりしないですか。いや、なんで笑うねん、一生懸命笑わないですよ、笑わへんよ、なんかこんな笑わだからなんかこれサムさんとかもボディ丸出しですしね。そうです、裸が多いですよね、裸が多いですよね、うん、そう、サムさん上半身裸とか、うん、あの裸に裸足の時とかありますよね、サムさん、あ、ありますね、踊ってはる時ね、すごいっすね、すごいですよ、まあ、やっぱプロですからね、まあね、それはゆうきさんも今日も乗ってるわねっていう気持ちですよねサムがこう組むなら私もこう組むとかあるんですか。漫画読みすぎや、あのダンサーの3人と喧嘩になったらみんなこうダンスで勝負するね、暴力はダメですからね、ダンスで決着だ、そうなんですか、もう一人のあの木の長い人いますやん、グラサンかけてる人、こうちゃん、こうちゃん、こうちゃん、必ずやっぱこうちゃんのこと聞かれますね、あの人はちゃんとこうやってるんですか、本番も、なんかこう、繋げてるわけですか、一応 DJ、はい、なんて言うんでしたあれ、DJ なんて言うんですかあれ言うんでるじゃん、ああれ、一回僕新幹線でお会いしたんちゃいますかね、そうですか、コウさん、コウさんどうでした？いや、やっぱ怖かったよ。名古屋から乗ってきはったんですけど、ね、びっくりしますよやっぱり。遠吐いてあの人バーって立ってたら怖いですよ。あーと思って。じゃあゆきさんで止まったんで、はい、ゆきさんから。はい、もう一回ルーレット回してもらいましょうか。スイッチオン。お。ストップ。ストップ。さあ、またゆきさんですね。ちょっとね、あの写真ね、止まってほしいなよ。次の方。デビュー当時歌っても関西弁が抜けず、小室さんに直してねと言われたが誰が直すねんと思っていた。悪いですね。さあ、どうでしょうか。イエスかノーか、どうぞ。イエス。誰が直すねん思ってたんですか。本当なんですよ。あの、ね、最初の、デビュー前までずっと大阪にいて、はい、そうですよね。でデビューでこっちに来たんですけども、はいはい、最初すごかったんですよ。大阪弁が歌ってても大阪ので、それが歌に出るから直してねっていう風に一回言われて、はい、いや、なんか意味が分かんなかったんですよ、はい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 、だから歌メロは歌メロであるんだけど、どういうところが出ちゃうのかっていうのがよく分かんなくて、はいはい、いいやと思ってて、はい、ねってそういうの思ってたんですけど、3回目、はい、3回言われて3回目に、はいはい、いや本当に直してねって言われて、これはやばいと思ってすんごい練習したんですよ。え、歌ってるイントネーションがもう大阪弁なんですか。そうみたい。語尾を大阪弁に変えるとかそんなんじゃないよ。じゃなくて、そんなんちゃいますよ、ボーイズガールデンねんって。そんな強引な変え方したら、はい、ちょっと待ってってやりますよね。直すのに一回考えて標準語に直してから喋るから時間がかかるし、で、あの口数がすごい少なくなった。あ、普段の会話からもう直していってくれとも言われたんですか。うんうん、今全然出ませんもんね、大阪弁が。全然だから出なくなっちゃって。普通ね、出身の人、我々大阪弁やったら釣られて出そうなもんなんですよね。ね、だから1時間ぐらい話してると、はい、あと飲んだりするとやっぱ出ますね。次行きましょうか。はい、じゃあまたゆきさん、はい、お願いします。ゆきさんで止まってますんで、ゆきさん、はい、調子ください。スタート。スタート。スタップ。止まんな
って何ポーズか撮ったんですけど、これ選ばれたんですもん。それ笑ってましたよ、僕も一生懸命。これ選ばれたらしゃあないから、そんな綺麗なヘアスタイルやな。写真撮るか、言ってるな、一生懸命ドライブ上げるかな。東野君の噂はこちら。2年前大阪のラジオの仕事しかなかった時に、なぜかスケジュール帳にクリントンと食事と書いて、イエスかどうか挨拶どうぞ。はい、イエス。マジでもな、わかるわかるよ、書くスケジュールをやってたからね。スケジュール帳買うじゃないですか。いつもは年末にこうって、あの元旦からね、書き直していくんです、書いていくんですけれども、たまたま買う時がなかったから1月の8日ぐらいに買ったわけですよ、スケジュール表をね、スケジュール帳を。ほんなら1月7日まで、元旦から7日まで7日間がね、空白じゃないですか。書くことないから、もう適当にほんの800ね、1月元旦、クリントンと食事、日米について会談とかね。1月2日、石油王と懇談とか、テニスで盛り上がる。テニスできへんやろ。一応今3年間用のスケジュール表を買ったんですよ。だから1月1日だったら去年の今年の来年のとこいっぺんに見れるんですよ。で何をどうしてたかなっていう、ね、書いてんの。ずっと書いてますよ。クリントンの食事違うから普通の仕事だからあれですか。5時だ5時のとかね、はい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 、5時だ5時のいまいち盛り上がらないとかね、3喧嘩中とかね。書くな。じゃあ次の噂言いましょう。じゃあ東野君がルーレット、はい、ルーレットスタート。さんの噂はこちらです。実は大酒飲みで泥酔して六本木交差点で踊ったことがある。おさあ、はい、イエスかノーかスイッチオン。ノーないですね。お酒はでも飲むんでしょ、うん、お酒はね、でも基本的には好きですね。あ、好きそうです。飲みそうですもんね。あのいつもじゃないんですけど、はい、調子悪い時飲んじゃうと割りをしちゃうんで、うん、はい、だから調子いい時、その次の日が何にもない時とかですね、はいはいはい、休みの前の日すごい飲むじゃないですか。あのね、今田さんはね、酒癖がね、かなり悪いんですよ。っていうかね、シュランっていうんですかね。あのほんま笑えないんですよ。本当にめっちゃ迷惑かけたからね。ごめんな。僕と今田さんとダウンタウンの松本さんと、あとみんなでお酒飲みに行って酔うてもうて、まず悪口とか言うんですよ。悪口っていうかね、こう、芸、あの真面目ですから芸のことで一生懸命になって、まず吉本興業の上の桂さんしから順番に、ね、あそこが悪いとか言い出す。まずは三子。愛情は感じられない。言ってても。ひどいな。言ってても。ひどいよ。言ってても実際にさ。ひどいよ東野くん。これはあなた、テレビだよ。いやいや流れちゃうよ。で最後あまりに暴れるから、あのつか僕と松本さんでガムテープで縛ったんですよ。もう、起きたらぐるぐる巻きやったんですよ。だってね、こう歩いててね、その自転車置き場とかのね、自転車を全部バーン倒すんですよ。邪魔じゃーって言うわ。便所トイレもバーン潰して、便所行って帰ってこいなと思ったら、その便所の洋式の便所のタンクの蓋を持って、うん、バリューうわぁ。この査定の名前がまたケニアの王様で、そうそう、うわぁ。もうあれ、それから6年ぐらいはずっとあんまり飲まないしね、飲んでも酔わないですよ、それを思い出して。そうそう、それをあの時のことを思い出したらね、一日でできる限りのこと全部したみたいな。ストップ。さあ、今田さんでございます。今田さんに関する噂、こちら。車には何かあった時のためにいつも手裏剣を積んでいる。さあ、この噂はイエスかノーかスイッチオン。積んでない。積んでない。ただ手裏剣はあるよ、一個、うん、それ別に何かあった時のためにないよって言うんじゃないですよ。なんか防寒にあったりとかね、悪いやつに囲まれたりとか。違う。ただ単になんか東京タワーかなんかおジャパメンでロケ行った時に、はい、手裏剣が売ってた。そうそう、手裏剣とか刀とかいっぱい売ってたんですよ、うん、ほんでなんか手裏剣なんか思いっきりズルズル言ってますね。手裏剣欲しかったんで、手裏剣をその何て言うんですか、あそこの車の前のとこにポンと置いてるだけで、何枚も積んでてこういうのはないですよ。あれしません、車運転しててね、うん、
なんか芸能界ですとか言うて暇な時にね、はい、車をバーみんな走ってますやん、はい、芸能界ですとか言うて仮装で、あの僕の車は東の工事で、うん、前の方走ってるのがダウンタウンで、うん、追いつくぞーとか言って、うん、なんか信号待ちとかになって、うん、俺なんや、山ちゃんここまで来たんかとか言いながらこう、レースとかしません、ね、いや一切やらないです自分そんなんで事故ボーンって信号無視して事故なって新聞載った時なんて言うねん。いやだからゲームやっててね、芸能界ゲームやってて芸能界ゲームやってて今渡らんね、売れんのですよってそれでは、ジョン噂はこちらです。え、すごい大食いでわんこそばを100杯以上食べて店に名前が貼り出されている。ああさあこの噂はイエスかノーかスイッチオン。はい、えこれはいつ頃だろう。寒い夜だからのあたり。寒い夜だからのあたりに芸能界で頑張ってる頃はあれですか。プロモーションで盛岡に行ったんですよ、はい、で、あのワンコそば名物じゃないですか、はいはいはい、でラジオ局の隣にワンコそば屋があったんですよ、はい、でちょっと時間ができたんで行ってみようって言って、はい、行って普通男性だと頑張る人で60杯ぐらい、はいはいはい、でうちのこうちゃんが304杯ぐらい。食細いですね。こうちゃんほんと食べないんですよ。こうちゃん、こうさん食細いね。こうさんでも食べなさそうですよね。ほんと食べないです、こうちゃん。でもあの格好でわんこそばこうやってやってたんですか、こうやって。食べるのもそうし、こうちゃんはね、お菓子と、はい、パン。お菓子とパン、パンなんですよ、ほんとなんですよ。新しい生き物みたいですね、なんか。ご飯とか食べないの、ライスを。へえ、リアルたまごっちですね、はい、こうちゃん育てていったら何かなるんちゃいますか、はい、お菓子とパンで。でも100杯以上食べたんですか。食べましたね、うん、あのすごいですね。100杯以上だと横綱なんですよ、はい、それで107杯食べました。107杯。腹とかでも、いやもうねカチカチになっちゃう。出るでしょ。もうすっごい本当にパンパンで、はい、うん、夕ご飯は夕ご飯で食べましたね。また夕ご飯は夕ご飯で食べたんですか。また仙台に移動したんですよ、その後新幹線に乗って仙台に移動して牛タン食べましたね。おールーレットお願いします。ストップ、ストップ。もうさあ今田さんに関する噂こちら。女性と付き合っても1ヶ月以上ついたためしじゃないさあこの噂本当かイエスかのスイッチオン。の、おお、どんな人間やねん。噂でね。いや続きますよ、そら。僕最高4年続いてますから。そう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 。はい、そう。本当ですか。マジですマジです。マジですマジです。ね19ちゃう、20歳からね僕24まで、か5ぐらいまで、ぐらいまでずっと大阪で今日出ましたからね。その付き合ったらでも長いですよ。お付き合いしたら長いんですけど。お付き合いに行くまでがそのね、いろいろご迷惑を。結構でもシャイなんじゃないですか。はい、なんか好きになって。はいはいはい結構シャイ。あ、そうかもしれませんね。いやそうですよ、やってくんなよ。いや、英語で言うたらってなんて言うていいか分かんないですよ。あ、好きなんだけど、なかなかね、はい、それはどうやって付き合ってくれって言うんですか。え、あ、ごめんなさい、ただね付き合ってくれとか言うんですか。え、付き合う時ですか。付き合う時って言うんですか。いや、なんとなくですよ。この子はあとは会うなと思えば電話して連絡してあったりするんですか。そう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 。へえ、うん、確かに。何て言うんですかね。それかもう一番最初に言ってしまうかね。そんな、はい、すぐ言っちゃうんですか。しやないとね、もうなんか変にやるともう何て言っていいか分かんないんだろうから、その冗談半分で最初はスタートして。でもなんか冗談に、はい、またみたいなことって言われたりしないんですかね。しょっちゅう言われるんですよ。またって言われたらなんか、いやいや違う、ほんまやねんっていうのは言いやすいんですけど、ちょっと何回か会ってからになると、あれ、なんて意味やったっけなって言って、好きやけど、なんて言うていいか分からへんしなって、なんか言い出す機会もなく、ずるずるとそのまま行くパターンですね。ピュアで、まあ正直やから、ほんとまあ、シャイっていうんですか。まあ、30歳でシャイっていうのも、分かんないなんですけど、本人が言うから、分かんないですよ。あの風俗とかそういうとこ行ったらまた別です。そんな聞いてないな。誰も風俗のことなんか聞いてないよ。風俗ではそん
なシャイなことないですよ。ああせいこうせい、ああしてくれっていうのは全部はっきり言いますよね。そんなこと聞いてない。女性と付き合った話してねえから。付き合ったらでも、まあ付き合ったら長いですね、でも、うん、大丈夫でございます。さあ、そんなわけでですね、以上、噂の盛り合わせ新年初熱スペシャルでした。ありがとうございました。